愛っていうものがこう、なんていうのかな、散乱すると、分散してたり分裂してたり、こう、とにかく、バーッとこう、絨毯の上っていうのかな、床の上に、こう、バラバラにして振りまくと、欲望のように見えるっていう、一つ一つを取り上げてみると。で、その一つ一つを、こう、集めていった。で、一つ一つを集めていくと、一つの、ある形になってきた。それが人間がひざまずいている姿だった。今回のバスツアーってどうかな、回ってみて。長い。長い。ちょっと今の言い方マジで。長いですね、ちょっと。辛くて長い。それが一番の感想なんだけども、でも。いろいろと覚えていくことは多い。確かに自分でやらなくちゃならないこともすごく多いし、今までその覚えてきたことと違う意味での、18から始めたわけでしょ。須藤さんと会ったのは16の時だけど、それからここまでにたどり着くまでには弱10年。そうだね、10年弱っていうのか、10年弱だね10年弱かかってここまで弱、若干10年っていう、そういう意味ではすごく、なんていうのかな、それで今回のツアーに関してだけでもないんだけども、特に感じるのかな、今回のツアーは絶対にその楽な気持ちでだけで回れないっていうのかな、なんかいつもやっぱりすごく大きいプレッシャーがあるっていう、そういうプレッシャーの男だもんね、尾崎豊が。Do you like what to say for?Thank you.
ないけど今夜は誰に食べる生きてるわけじゃないだろう。わうわ自分でこうなんていうのかな、何をかも決めてたりすることが目的で、いやそれができるということ前提でこう回り始めたツアーっていうのはやっぱり一本一本が大切だし、なんていうのかな、昔のツアーだったら多分このツアーどこの場所行ってもきっとどうせ会館に行ってホテル行って食事行ってで、まあお客さんがそれなりに乗ってくれてそれで満足していたはずだったんだけど、でも今回はなんかちょっと違う、バースはレコードもバースから初めて全部自分でプロデュースっていうか自分で全てのことを決めたんでしょ。つまり簡単に言うと、だから好きなようにやってるけどそれだけ責任もついて回るっていう感じだよね。ツアーもそうだと思うけど、体調の悪い時とかいい時とかもう関係ないでしょ。自分もそこに置いてる話で受教で教わったこと。
父がついてくるでもね、親父がね、親父普通工程表とかって時間を決めてこの時間のこの電車に乗ってくださいって言うでしょ、うん、でもね、親父はねもう退職、定年退職してるし、親父はまあ自分はね好きな時間に好きな電車に乗って行くから別にチケットなんか取ってくれなくてもいいって言うわけ。でも親父のその気持ちがすごくよくわかる。その年になってまで俺そんな時間に拘束されて生きていきたくないもんね。昨日本当は出るはずだったんですけども、ちょっと親に反対されまして出ることができなかったんですけど、大変どうもご迷惑をかけました。まずどうして親に反対されたかっていうといろいろとありまして、最近文化祭が僕の学校であったんですけれども、実は、ちょっとした喧嘩をして1週間停学になりまして、それでその文化祭に出れなくなっちゃったわけなんですね。まあ今年だけならまだいいんですけれども、去年はオートバイで交通事故を起こしまして、去年も文化祭に出れなかったというね、非常にこう集大というか、まあ本当に学校でも珍しいようなそういうことをしましてね、親としても本当2回ぐらいこう学校に出向いたわけで、とてもこう恥ずかしいということで、もうあまり好きなことをやらせないというようなことになりまして、6分の好きかい、俺も世界のクロードを取り出さない、ロックロールを聞かせにやってきたんだ、楽しんでてくれ。ワンチャースクランブルのフラワーツリーフォーワンチャースペーパI'm gonna make you mine.
寂しすぎる。毎日が俺を苦しませる。
心を許しながら。
そんな勢いでベルリンの壁も破れたんじゃないかと思う激動する世界が平和になるようにいつまでも平和であるようにこの歌を。生きていくための愛し方さえ誰も知らない。 Hey!
食事にさえ僕らはありつけない。空から降る雨はもう綺麗じゃないし、晴れた空の向こうは季節を繰り出せている。正義や真実は偽られ語られる。人の命で燃やすもんで遊ばれている。ああ未来を信じて育てられてきたのに、早く僕たちを幸せに浸しよう。隠しておきたいようなさらけ出したくないようなところ治安に出しちゃう、今回はなんかもろにみんながそういったところ出してるのが自分でも実感できるし、でそれをしている自分を昔よりもっと感じるし、だからそういった意味じゃなんかそれからスタッフとか全てのスタッフの、その活動
決められた電車っていうか、工程表のない電車に乗るまでは。わかりました。君たちの人生のすべてが祝福されるように祈りを込めてこの歌を歌います。
ありがとう。俺の親父が昔こんなこと言ってた。働くってことは飯を食ってく、みんなを食わしてく、そういうことなんだって。親父も酔っ払いながら俺にそうやって話してたよ、夕食の時に。親父はちょうど一番風通しのいい席に座り、まあ俺んちはちっちゃい家なんだけど、親父は何杯か酒を飲みながらそういうことを話した。今そのことを思い出すと確かにそうだと思う。だけど人間ってどんな仕事に就いたって、どんな風に働いていたって、どんな生き方をしたって、夢がある。その夢の中できっとふっとため息をこぼしたんだと思う。もしみんなが働き出すようになって、俺みたいな男がこんな歌を歌っていたってそう思い出してくれたら、俺がそこに行って優しくキスしてやるよ。I'm a walker. One. No, I don't want to sing anymore, but I have to. But I have to sing more, 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 more day, more day, more walk, 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 walk.
I'm a walker, 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 I'm a walker,
今日は高級なワインを飲もうと思って用意したったんだ。中国の漢詩にこういうものがあるんだ。まあ別に知識をひけらかしてるっていうわけなんだけどな、うん、わけじゃないんだけど、まあどっちでもいいや。新語黄金北斗を支うと思う。しかじ生前一杯の酒。つまりな、戦争に行く前の兵士が新語黄金北斗を支えとも、死んだ後に北斗七星を支えるように黄金を積まれるよりも生きている間に一杯の酒を飲ませておくれ、そうよ言って読んで行ったわけだな。分かったか。例えばこういうのもあるよな、うん、なんだっけな道の葉の草深ゆりの花えみに、えまししかばに芋と言うべしや。こうやって通りすがりのツアーをしていると君たちみたいに綺麗な女性に出会うわけだ。そういう人たち、その通りすがりの女の子に向かって、まるで通りすがったその道の葉の草深ゆりね、このなんだ漢文のなんかあれみたいなで、でなそのお花が咲いていたんだな、花が咲いていて、それその花を見てこうその花が自分に微笑んでいるよ、えまししかばに言って、これは一応枕言葉で置いといて、それで。妹と言うべしや、あなたのことを妹っていうのはつまり自分の恋人と呼んでよいですかというのを送ったそうだ。そしたら完璧に振られたってよ。次は便一揆。
して何度も行けよ止めてみるけどそんなの愛にへばりついてはこの命いつでも寂しい思いをしている俺は風を感じる皆さん今夜は郡山文化市民で皆さん今夜は郡山市民文化センターへようこそ。素敵な音楽と素敵な笑顔はすべてあなたのために。僕はいたんだ心を言葉でもてあそぶただのロックンローラー。皆さんの温かい拍手に
声援に迎え、そして包まれて歌うだけの男。僕の時にロックンロールを聴いてすごいなと思ったロックンローラー。登校拒否、小学6年の登校拒否から始まって振り落としてだん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 成績が下がっていったけど、なんとかここまで来たんだけど、全然大した生活じゃないロックンローラー。だけど君の夢に歌いたい、いつまでもこの気持ち忘れずに。一体何だったんだこんな暮らし、こんなリズム、一体何だったんだ。
じゃあこの曲を、この曲に全ての勇気を込めてみんなに捧げます。優しく俺を叱ってくる、そして
Nice!
からよく大人っていうのはなんていうのかな、自世の句をよく残して死んでいく詩人とか多いでしょ。そういう人たちのこう生き様とかを見てると、なぜ人間っていうのはいつまでたっても同じことを、同じそのことで悩み、同じ過ちを繰り返し、その精神的にもっと向上していくべくあるはずなのにそうならないんだろうみたいなことをね、なんかこう少年の頃にずっと、少年時代にずっとそんなこと考えたら、逆にその自分が大人になった時にそうなることに対してもなんかある危惧感を覚えてたのかもしれない、うん、小さな朝の光は疲れて眠る愛にこぼれて流れた時の多さにうなずくように寄り添う二人、君に頬を寄せてみた。幸せかい夕べのぬくもりにそっと囁いて強く君を抱きしめた。初めて君と小さな忘れなぐさ。